かね。いやいや本当楽しみです。試合の雰囲気を味わってみたいなというのはあるし、すごく投げたい。でファームの掛布監督はですね、まっすぐでどんどん攻めてかわすようなピッチングをするなと風にね言っているそうなんですよね。だからまっすぐで勝負していきたいと本人は話しています。横浜創学館高校からタイガースへ入ってまいりました1年目のピッチャー掛布監督の秘蔵っ子。そしてもうことあるごとに金本監督もねその様子を見に通っていたという注目の望月、今そのベールを脱ぎます。いやこれだけのたくさんのお客様の前で投げるというのはいい経験になりますよね。いや本当そうですよね、最初は全般じっくりと体を作ってね、はい、それからのスタートですからね、はい、やっぱりうまいいいタイミングですよね。プロに入って球速も速くなったというね望月なんですが、その球を見てベンチではこの表情ですね。いやしかしこう今ピッチング見てましたけど、はい、いいフォームで投げてますね、ピッチャーが惚れるような投げ方というんでしょうか ね、 非常に綺麗なフォームで投げてきます。さあジャイアンツはギャレット、吉川、中井という並びです。9回のマウンド149キロでした。たまに力もありますね。あっという間に追い込みました。原口のサインにうなずいて153。次もストレート、次が違いましたね。これは140キロという数字が計測されました。自身のマックスが153ということなので、今のがこの、初めて、これが153キロが初めてという先ほどの球速だったんですね。148キロストレートでしっかりと三振に切って取りました。高めに投げたボールはやっぱり速かったですよね。最後はこれワンアウトです。吉川大輝に代わりまして亀井、バッターは亀井、背番号9。代打が告げられました亀井義行。昨日は3番に座って4打数ノーヒット。152キロです。スピード差が今30キロっていうところですよね。まあいらないんですけどね、原口もねボンボンボン押していけばね。150キロで空振りを取る。見ていて臆することなく投げている感じですよね。黒田さん、そうですよ、まとまってますよフォームがね、はい、そこから腕の振りがいいから、はい、153マックス。いやしかし
っかりとこれがあの形になっていけばタイガースとしては非常に楽しみな素材ですよね。楽しみですね。これはストライクではなくボールという判定。151キロ。やっぱり選抜で使うんでしょうねってことなんですか ね。ツーボールツーストライク、構えは外。150球流してヒットを許しました。さすがベテランの亀井で、いや本当ね、うまくミートしましたね。はい、150キロの球このように打ち返されました。ファーストランナーは鈴木隆博、背番号12。さあ鈴木隆博が代走として起用されますジャイアンツ。これもまたいい経験ができますよね。足のあるランナーを一塁に置いてっていうね、クイックのね。そうですよね。CS に向けて走ってくるかもありませんよね。はい、ああ走りませんね、後ろ行ってますよね、ゴメスがね。あ、そうですね。まあ、点差が6点ありますんで走っても盗塁が記録されないという、そうですね、はい、ことなんでしょうね。ただでもその足の脅威というのを背中で感じながら投げるっていうのは大事なことですもんね。まあそういう意識してね。はい、セットポジションでのピッチング、ボールが2つ先行しました。今日ヒット2本の仲井です。ボールの軌道が本当に綺麗ですよね。いや本当ですよね。選抜で行くとしたらあとスタミナがいるでしょうね。はい、そういう面は秋の練習でどうするかですよね。そうですね。金本監督は体脂肪を落とせって言ってエースの体になれっていうようなことをね。じゃあ選抜で期待が大きいですね。はい、そういう話をされてましたけれども、スリーボールワンストライク、外いっぱいストライク。一塁ランナーは鈴木です。フルカウントになりました。ランナーを背負ってのピッチング、打ってセカンドゴロ、二塁は間に合わない、一塁へツーアウト。完全に一つずつアウトを取っていきました。代打が起用されます。殿上です。昨日は7番ファーストスタメンで4打数1安打8回に放ったヒットが先制のきっかけになりました。ドラゴンズを戦力外になってトライアウトから育成契約、そして支配下登録と、まあ、この人も波乱万丈に進んできたわけなんですが、そうですね、しかし代打でよう結果出しましたから ね。そうですよね。さあここはショートゴロ、ウィニングボール、ゴメスに当たって試合終了。ランナーは出しましたが、望月9回をゼロに抑えました。タイガース